皆さんこんにちは。ミステリーラジオの第6回目ですね。ミステリー小説大好き VTuber のしおりでございます。いやーね、今週なんだかんだ言ってこれ撮れなかったんですよ、ラジオ。なんでかっていうと、家の前が工事してたの。工事長いね。もうずーっとずーっと夕方まで工事してたかな。だからなかなかダメで撮れなかったのね。マイクにどうしても入っちゃうから、ウィーンとかグワーとかそういうのが、何してたのかなーって思うんだけど、水道管かな。まあでも綺麗にしてくださいました、暑い中。そう、最近皆さん読書をするために何か買いましたか？しおりはつい最近買いました、読書のためのあるもの。それは水筒。2リットルの水が入る水筒を買いました。で、その2リットルの水筒、サーモスっていうところの水筒なんだけど、もう水筒っていうよりも、よくね、サッカー選手とかの控え室とかに置いてあるような、なんかでっかくて一生懸命飲んでる。もう2リットル入れられると本当に楽だよね。本を読みながら水をよく飲んじゃうんだけど、まあなくなる気配がないから2リットルぐらいは欲しいって買ったんだけど、よかった。はい、そんなことを、本の読書をするためのものっていうのはね、なんかね、定期的に買いたくなっちゃうんだよね。何か皆さんは買いましたでしょうか？本を読むためのもの、バッグとかも買いたくなっちゃう。バッグ買うときは基本的にどんな、なんか本を入れるときに取り出しやすかったりとか、あんまり小さいとミニマムサイズだと文庫も入らなかったりとかするとちょっと困っちゃうから、結構大きめ。まあ単行本をね、外に持ってくってことはあんまりしないから、まあ、カフェとか行くときはその本、それ用のバッグを持ってくつもりだけどね。いやー、いいバッグが今年また見つかればいいなみんなは結構大事にしてるかな、本を読むためのバッグ。聞きたいなあ。ではでは、そうそう、コメント、この間も皆さんミステリーラジオ5のコメントですね、ありがとうございました。とっても嬉しいです、たくさんいただきまして幸せでした。ではですね、また今回5に来たコメントをお話ししながら、しおりの考えとか皆さんの考えとかやっていきましょう。はいはい、ではまず島田さん、ありがとうございます。島田さんは今回の動画にお二つコメントを残してくださってますので、ご一緒にお話しさせていただきますね。島田さん、今は湊かなえさんの本物語の終わり未来を読もうかなと思っています。買いたてほやほやなので、また読めたら感想を教えますと。はい、それから私も東野圭吾さんの白夜行を持ってます。また再読してみたいな、内容がてっきり忘れてしまったので読んだら感想を教えますね。私日本人ですけど言葉が苦手なので、あまりうまく感想を伝えられるかわかりませんが、いや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 、それこそもうしおりも皆さんにうまく感想を伝えられているとは思っておりませんので、むしろ皆さんがいい感じに受け取ってくださってるんだなと、本当にありがとうございます。湊かなえさんと、そうですね、物語の終わり未来を読もうかなということで、ぜひ楽しんでください。感想待っております、ありがとうございます。はい、次に
コメントいただきました。あーさん、ありがとうございます。好きな作家ベスト5ですね。ありがとうございます。東野圭吾さん、浅井亮さん、伊坂幸太郎さん、志賀明さん、おついちさん、ドスと、ドス、ありがとうございます、ドスはい、ですね、志賀明さんは実は私初めてお聞きしたお名前で、なんかどっかでとは思ってたんだけど、いろいろ調べましたところ、スマホを落としただけなのにっていうね本を書かれているということで、これは知ってる。映画ね、すごい話題になった映画だよね。あれ、北川景子さん、女優さんでだったっけ、主演でされてたんだっけかな。怖いっていう風に聞いておりますね。いや、スマホを落としただけでなんか事件に巻き込まれるみたいな話だと思うんですけれども、スマホを落としたことある？皆さんどうでしょうか。しおりにスマホはないかな。スマホはないんだけど財布はある。お財布落として、そしたらお財布落としたのが確か自転車に乗ってた時にポロって落ちたの。10分後ぐらいに行ったらもうなくなってて、あ、もうこれ絶対ダメだ。10分後に落としたのは、まあ、ここだなっていうのがなんかあったんだよね。ここでちょっとこう急ブレーキになったなとかそういうのがあったんだけど、ではもう絶対に取られたんだと思ったら、その10分間の間に警察に届けられておりました。ポリスさんのところにあって、うわーよかったーと思って、なんていい人がいるんだろうと。だからね、スマホを落としただけなのにを見て悪いやつばっかりだなって思った人は、いやそんなことないんだよ、日本人とてもいい人ばっかりだからって思いますなんか不思議なコメントになってしまった。いや、いいですね、東野圭吾さん、浅井亮さん、伊坂幸太郎さん、志賀明さん、おついちさんと、素晴らしいラインナップでございます。あーさん、ありがとうございました。はい、ではマラリアさん、ありがとうございます。ラジオ放送お疲れ様です、ありがとうございます。アビコ竹丸さんは8の殺人を読んでから殺戮に至る病を読んだためギャップに戦慄した思い出があります。おお、好きな作家さんベスト5とはなかなか難しいお題ですが、そうなんですよ、ごめんなさい、ありがとうございます、たくさん考えていただいて。5位今村正弘さん、4位宮部みゆきさん、3位道尾修介さん、2位東野圭吾さん、1位綾辻ゆきとさんでしょうか。個人的にはトップ2以外はかなり大混戦なんですが、大混戦わかりますね。いやでも素晴らしい人たちじゃないですか。いや見てて楽しいです。5位に今村正弘さんが入っておりますね。しおりも好きな作家さん、宮部みゆきさん。マラリアさんは宮部みゆきさんだったらどの作品がおすすめなんでしょうか。実は宮部みゆきさんの作品を読んだことがないので読もうかなと思っている次第でございます。ぜひ何かおすすめありましたら教えてください。で、3位道尾修介さん、2位東野圭吾さん、1位綾辻ゆきとさんと、いやー東野圭吾さんが今2ポイント取っております。素晴らしいですね。綾辻ゆきとさんもお強いですね。今のところ東野圭吾さんがリードしております。ありがとうございます。リードっていうかね、別に競争してるわけじゃないんだけど、そうしてた方がちょっとね、心モチベというか上がるかなと思いまして、テンションが上がるかなと思いまして、モチベはもうガンガンに上がってるんだけどね。やっぱ皆さんのお好きな作家さんなんてすごい興奮材料ですよ、しおりの。では心の怪盗団さん、ありがとうございます。ラジオ放送お疲れ様でした。
1時間近くにわたる放送を今回も楽しく聞かせてもらいました。そう、1時間近かったんだなと思って驚きました。なのでもうこれからはちゃんと30分にしよう。30分ぐらいにしといた方がいいよね、みんなね。なんか、いや50分も話してたって思って、ちょっとね、しおりの体内時計がとっても狂っております。さて、今回の質問、好きな作家ベスト5ですね。また難しいお題です。あれ、デジャブ。あれ、難しいお題。あ、皆さんやはり難しいと思ってらっしゃいますね。さて、失礼しました。東野圭吾さん、また3ポイントです。辻村瑞希さん、知念美希人さん、柚木優子さん、太田愛さんになるのかな。他にもいるんですよね。この質問は飛ぶなと飛びますね。野球日本代表の選手を決める稲葉監督の心境が分かりました。次回も放送楽しみにしておりますと。ありがとうございます。やはり野球のね、日本代表を決めるっていうのもすごいでしょうね。いろんな才能も、すごい才能がある人たちがたくさんいる中から何人か選ぶわけでしょう。いやー、それを今、私たちはやっているのですよ。素晴らしいことだ。はい、で、東野圭吾さんがね、もう本当お強い3ポイント。で、辻村瑞希さん、知念美希人さん、柚木優子さん、太田愛さんということで。柚木優子さんなんですけれども、私は読んだことがありません。と調べさせていただきました。孤狼の地というね、小説を、長編警察小説を書かれている方で、イラストとか写真とか見るとなんとなくハードボイルドチックな作品に思えるんですけれども、どうでしょうか。いや、見たことが、読んだことがないので好奇心が奮い立ちますね。いやー、心の怪盗団さん、ありがとうございました。はい、俺なんかどうせさん、ありがとうございます。ラジオお疲れ様でした。ありがとうございます。八の殺人は、早見三兄弟シリーズの一作目で、後にゼロの殺人、メビウスの殺人と続きます。殺戮に至る病と同じ作家とは思えないほどコミカルに書かれているので、読みやすいと思いますよ、と。あ、こちらはマラリアさんと同じ印象を持たれたんですね。マラリアさんもギャップとおっしゃっておりましたね。そうなんだ。殺戮に至る病しか読んでいないので、そんなコミカルなんだなと。読むの楽しみです。ありがとうございます。マルタ・チョールボワールのメインは、私的とはいえ裁判物なので、法廷ミステリーと言えるかもしれません。なので、三越バレージシリーズを読んだ後に手を取っていただけたらと。あ、三越バレージシリーズ読みましたよ。シリーズの一作目ですね。面白かったです、かなり。いや、全然しおり裁判ものいけるなと思いました。楽しかったですね。衝撃から衝撃へと。さすが中山七里先生だったなと思いました。ちょっとやはりカエル男な感じも醸し出されておりましたね。幸せでした。好きな作家ベスト5とはまた酷なことをおっしゃると。そうなんです。また酷なことを言ってしまいました。考え出すと眠くなりそうなので、眠れなくなりそうなので、一旦は所持作品数でお茶を濁させていただきますと。ありがとうございます。5位、有栖川有栖先生16冊。4位、綾辻幸人先生18冊。3位、森博史先生32冊。2位、東野圭吾先生33冊。1位、島田総司先生41冊。大御所の先生方が出揃いました。本当ですね。まあでもね、やっぱり、冊数が多いと、どうしても、歴史のある方、大御所の方が選ばれますよね。いやー、すごいですね。でも、有栖川先生から島田総司先生、こちら5位の方たちだけで、100、2、
140冊ですね。あー、すごいです。ありがとうございました。いや、大変考えていただいてとっても嬉しいです。はい、では続きまして、四軒桜さん、ありがとうございます。今回も楽しく聞かせてもらいました。こちらこそありがとうございます。ひよのさんのコメントを読んでいる30分16秒あたりの素のしおりちゃんが特に面白かった。バレた？そうかそうか、あーそうかそうか、ありがとうございます。素が出てしまいましたね。周りはミステリー小説で盛り上がる人がいないので、このラジオは交流会のようで大好きですと。私も大好きです。やっぱり話ができるって素敵です。はい、好きな作家さんベスト5は、1位有栖川有栖先生、2位キリシャ匠先生、3位綾辻幸人先生、4位二階堂礼人先生、5位アンソニー・ホロビッツ先生です。今のところ頑張って絞り込んだ結果ですと。ありがとうございます。いやー、絞り込みましたね。ニューっとホイップが出てきましたよ。素晴らしいホイップです。有栖川有栖先生は江上シリーズの文庫本の後書きを読むたびに好きになる。わかる。キリシャ匠先生は開かずの扉シリーズの後書き、今現在僕の最も読みたいと思う小説、推理小説を書いたつもりですが、かっこよすぎてやばかった。いや、何も知らないですけど、かっこいいですね。やばい。綾辻幸人先生、二階堂礼人先生は作品の世界観が大好きです。ホロビッツ先生は海外ミステリーに興味を抱かせてくれた人って感じで5位に入れました。しおりちゃんのベストも楽しみです。孤独なミステリー小説好きのためにこれからも動画配信頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。アンソニー・ホロビッツ先生、カササギ殺人事件の作者さんですね。帯だったかにアガサ・クリスティのオマージュって書いてあったかと思うんだけど、どうだったのかな。四軒桜さん、オマージュでしたか。私実は上下巻を購入して積読にしていたんですけれども、気づいたら本棚に下巻しかないの。どこに行ったんだろうか。しおりの部屋から初の脱走者が出たんですね。恐ろしいことだ。ちょっと探してみます。もしかしたらおばあちゃんの部屋にあるかもしれない。ありがとうございました。 SFAUSP さん、ありがとうございます。今回は1時間近くの長丁場でしたね。お疲れさんでした。そうなんです、聞いてくださってありがとうございました。でもね、今回こそ30分ほどで終わらせるつもりなので、つもりでございます。聞いていてくださいませ。しおりさんもおっしゃっておられましたが、皆さんのコメント勉強になりますよね。そう、ほんとそう、未知の世界が広がっております。それにしても霧越えて強いですね。強いです。ほんとに WWE の最強選手のように強いです。ミステリー以外の方も含めた私の、あ、ミステリー以外の方も含めた私の好きな5名の作家さんです。ここに入っていなくても素敵な作家さんはたくさんおられます。読んだ冊数が少ないのが理由です。いや、わかります。素敵な作家さんはたくさんおられます。これからだんだん SFAUFP さんもしおりもたくさんいろんな作家さんを読もうかなと思ってるので、一緒にだんだん好きな作家さん増やしていきましょうよ。では辻村瑞希さん、小川糸さん、相沢佐子さん、港かなえさん、小野冬美さんです。この中で小川糸さんはまだ2冊しか読んでいないのですが、しかし2020年本屋さん大賞2位となったライオンのおやつは死ぬまで手元に置いておこうと決めた本で、それがそれゆえにこの作家さんを好きになりました。余命宣告された女性がホスピスで旅立つお話であり、ミステリーとは無縁の内容で、しおりさんの射程外なのは承知ですが、
いつか別枠を確保して読んでいただけると嬉しいです。では次回も楽しみに待っていますと。ありがとうございます。ライオンのおやつ読んだことはないのですが、本屋さんに行くと目につくところに平積みされていますね。カバーイラストが絵本のそれ、色合いが優しくて、なんか死ぬまでに手元に置いておきたいとおっしゃる意味がわかります。きっと内容もそれ以上に素敵なんだろうなと思います。いや、射程外とおっしゃってる、分かっておられるようにですね、そう、しおり、本当に射程と言いますか、読めないんですよね。なのでしおりの読書レベルが上がって読めるようになりましたら、ぜひ手に取りたいと思いますので、それまで待っていてくださいませ。ありがとうございました。では続きまして、山さんさん、ありがとうございます。しおりさん、今回も長丁場のラジオお疲れ様です。ありがとうございます。見始めてから読みたい本が増えていくのが楽しみです。その分積読も増えてますが、そうなんです、やっぱりコメントとかを見てしまうと積読が増える、読みたい本が増える、時間が足りない、苦しい、でも嬉しいそんな感じですよね。好きな作家さんベスト5ですが、綾辻ゆきとさん、辻村瑞希さん、京極夏彦さん、二階堂礼人さん、小野冬美さんです。ありがとうございます。二階堂礼人先生本はめちゃくちゃ有名なのがありますね。人狼城の恐怖、まだ読んでいないですが、つまり心惹かれますね。4冊だっけ、ドイツ編とか解決編とか、あれだけ長くて、世界一長いミステリー、あれはまだ更新されていないですよね。いやー、それでも読めちゃうっていう方のね、コメントが多いので、読めちゃうんでしょうな。いつか、暗黒館からでもまず読みたいけど、長いの頑張って読んでいきたいと思います。小野冬美さんも出て、綾辻ゆきとさん、辻村瑞希さんも、ポイントがだんだん上がってきておりますね。ポイントが上がってきてるんだけど、ポイントの方はしおりあんまりちゃんと数えてはおりませんので、ポイント高いなと思っててください。では続きまして、ひよのさん、今回もラジオ楽しかったです。ありがとうございます。三毛猫ホームズシリーズは学生時代によく読んでて懐かしかったです。改めて読み直したくなりました。うん、僕の好きな作家ベスト5ですが、お、ひよのさん、すごい書き方しておられますね。しおりも頑張って、じゃあよしよし、ああ魅力と怪しさあふれる館を作らせるならこの人、踏み込んだら離れられない家づくり一級建築士、綾辻ゆきと先生。戦後の村社会や家族の没落、ドロドロした人間関係を書き出す横溝正史先生。群像劇からミステリーまで、その世界観が広がり続ける角野光平先生。他シリーズを進行しながら縦横無尽、濃厚なミステリーとどんでん返しの中山七里先生。現代に通じるトリックの元祖、絡み合う人間関係と異国情緒が素晴らしい、アガサ・クリスティ先生と。素晴らしい、こんな感じです。こういう風にセレクションを考えたり共有するのは楽しいですねと。楽しいですね。いや、もうこれ本当にこの よくこんな文章を書かれましたね。素晴らしい、よくわかるなと思います。その作家さん一人一人の個性がもうこの一文に出てますね。中村七里先生読みましたよ。本当にいろいろなものを書かれてますよね。そして横溝正史先生、いやー、ドロドロ。この間、セブンイレブンで雑誌が置いてあって、そこにホラーの雑誌？なんかね、ドラマとか映画とか、そういうものを、面白いものをいっぺんにこうギュッと凝縮したような雑誌が売られてたのね。
その中をちょっとちらーって見たら横溝正史先生の小説が書かれてた。もうあの海外ものとか日本のものとかごちゃ混ぜの雑誌なんだけど、やっぱり横溝先生っていうのはホラーに近いんだなっていうのが分かりましたね。うん、結構カバーイラストもホラーだよね。怖いなって思う。うん、素晴らしいラインナップありがとうございました。36今田さんありがとうございます。しおりさん、ラジオ放送お疲れ様です。好きな作家イコールその作家の作品をたくさん読んでいるになるかなと。なる、うん、なるなる。5作品以上読んだ作家からベスト5を選びました。1位東野圭吾、おすすめ容疑者 X の献身、仮面山荘殺人事件。あ、おすすめまでありがとうございます。そう、仮面山荘殺人事件も容疑者 X の献身も最高ですね。東野さんの作品はデビュー当時から読んでいます。どちらかというと最近の作品より昔の方が好きです。エッセイとか短編にめちゃめちゃハマりました。おすすめ短編屍大分譲住宅、笑わない男、ミステリーじゃないけど面白いです。ミステリーじゃないんだ。へー、あ、でも東野さんの作品は前の方が好きっていうのはわかりますね。あの容疑者 X の献身もそうだし、仮面山荘殺人事件とかも本当にしおりも大好き。その時の方が好きかも。うん。2位、真矢豊さん、おすすめ赤眼の少女、神様ゲーム。特に神様ゲームはさよなら神様と共に終わり方が好きです。そうですね、赤眼の少女、神様ゲーム、神様ゲームのおすすめわかります。最後のゾクッとする感じすごかった。どっちも読みましたね。どっちも読んだけど、さよなら神様の方が若干忘れてるか。再読必要ですね。第3位、中山七里先生、おすすめ追憶のノクターン。うんうんうん、連続殺人鬼帰る男、まさにどんでん返しの帝王。そうですね、追憶のノクターン、私次ですね読みます。4位、綾辻幸人先生。いやー、うん、外せませんな。時計館の殺人、十角館の殺人、ベタですがこの2作品は迷路館とともに説明する必要がないでしょ、ないでしょう。うん。5位、島田総司先生、おすすめ違法の騎士、先生術殺人事件。特に違法の騎士は三田来清のエピソード0の物語。あと入れたかった作家、柚木優子。あ、柚木優子先生、西村京太郎先生、森村誠一先生、長くなりました。次のラジオ放送楽しみにしていますと。ありがとうございます。柚木優子先生もまたいらっしゃいましたね。ハードボイルドチックな、勝手にしおりが言っておりますが、いやー、結構ね、皆さん同じの被ると嬉しいんじゃないでしょうか。しおりも嬉しいですふふん。はい、続きまして、うんちくんさんありがとうございます。作家ジェーンスーさんはとても素敵な方で、しおりさんの次に尊敬する女性ですとそんなそんなありがとうございます。いや、素晴らしい方なんですね。 TBS ラジオでリスナーの様々な悩みの相談に乗っています。素晴らしいじゃないですか。相談内容は難しく、僕ならなんて答えようと考え込んでしまいます。スーさんは的確で相手を思いやる言葉をかけてくれます。送られた文面を読み解き、僕が見落としていた伏線を見事に回収、答えを導きます。実に真に聡明な方だと思います。スーさんのアドバイスで本を出版した人がいるほど。この方ってしおり知ってる？あ、違うかな。あ、違うかも。昔ね、昔って言っても何年前かに、5、6年前かな、アンビリーバボーか何かの番組で教えてもらったの、しおり見たんだけど、ラジオで、ラジオ相談聞いて、その答えを導いてあげるっていうものなんだけど、140?240 か。
IQ240 の人かな。いや、そんな人いるのかな、 IQ240 の人って。いや、でもね、そんな人じゃないかな、うんちくんさん。違うのかな。でも同じような感じだったよ。文面を読み解いて伏線回収して答えを導いてくれる人だった。いや、でも同じ、もしね、違う人だったとしても尊敬しちゃう。うん、女性だったよ。わかるな、尊敬してしまう。頭のいい方とか聡明な方って尊敬しちゃうよね。うんちくんさん、多分その方はしおりよりも全然、しおりよりも全然上の方なので、しおりの次にじゃなくて、もうかなり上の方、ランキング上にしといてくださいませ。持ち歩くラジオポッドキャストでも番組があり、一番人気です。オーバーザさん、オーバーザさん、おばさん、オーバーザさん、あ、へえ、おばさんの文字りになっている。 TBS アナウンサーの堀井美香と女子プロや VIO 脱毛など好き勝手なおしゃべりが楽しい番組。テレビを見て可愛らしいナレーションと感じたのはなら、それは堀井さんです。しおりさんの次に好きな声です。ぜひ30年後に聞いてほしい。30年後、へえ、そっかそっか。あのね、聞きました、堀井美香さん、とっても透明感のある素敵な声の持ち主でした。素晴らしい、うんちくんさんの好きな人たちなんですね。教えてくれてありがとうございました。いや、コメントもありがとうございます。では続きまして、ハスゴン23さん、ありがとうございます。赤川次郎さんを取り上げてくれてありがとうございます。とかくミステリーの話題になると無視されて、ユーモアミステリーと一括りにされるけど、時代を映す鏡だと思います。好きな順位はないですが、赤川次郎、島田総司、綾辻ゆきと、有栖川、そして何よりも息子の名前の由来のエラリークイーンは、新役が出るとまた読み直していますと。おおー、エラリークイーン、息子さん、あ、ハスゴンさんの息子さんがエラリーかクイーンなんですね。どっち寄りなんでしょうか。もしこれを聞いておりましたら、どっちか教えていただけると。あの、息子さんのお名前はいいので、エラリー寄りなのかクイーン寄りなのかをぜひ教えてくださいませ。楽しみにしております。ありがとうございます。いや、うん、赤川次郎、島田総司、綾辻ゆきと有栖川、あー、いいですね、エラリークイーンと。素晴らしいラインナップです。エラリークイーン、海外ものが来たということですね。黒船が、黒船来襲でございます。そっか、エラリークイーン、やっぱり読まなきゃな。うん、何かあれですね、あの、自分の子供に何かつけたいとか、そういうのを考えると面白いね。いつかこうさ、子供がね、できるかもしれないとか、そういう風な時にさ、ああ、私の子供こうしようとかさ、考えてるんじゃないですか、皆さん。それを作家から撮ったり、あの、物語の主人公から撮ったりすると面白いな。あ、面白いって言うと、あれかもな。うん。いいな。いやー、どっちなんでしょう、エラリーなんでしょうか、クイーンなんでしょうか。ワクワクです。ありがとうございました。はい、続きまして、ゆちさん、ありがとうございます。しおりんが気になっている新刊の似たどり系推理対戦予約しました。読むの楽しみ。最近はしおりんの紹介する本を参考にして買ってます。ラジオ楽しみにしてる。ゆちさん、ありがとうございます。実は似たどり系さんの推理対戦、本日買いました。今撮っている状態の時、さっき買いに行った。まあね、あの、素晴らしいカバーイラストでしたね。後で今日買ったのをお見せします。 Twitter でもお知らせしたんだけど、ここでも紹介しちゃう。ふふふ。あ、これでコメント終了ですね。ありがとうございました、皆さん。
たくさん、もうすごい楽しかったです。ではこれからしおりのベスト5をお話しさせていただきます。はい、では好きな作家ランキングベスト5しおりバージョンでございます。ではどうしようかな。まあ1位とか5位とかもうめちゃくちゃ考えた。でもうそういう順位つけないようにしようかなって思ったんだけど、みんなさんに振っておいてそれは不誠実だと思いましたので、皆さんと同じようにしおりも心を鬼にしまして1位から5位発表させていただきます。5位、今村雅弘先生です。どうでしょう、想像できましたか。ではいきます。4位、北条紀恵先生。北条紀恵先生ですよ。おすすめの本はですね、時空旅行者の砂時計です。まだの方はぜひ。第3位、市川優斗先生。市川優斗先生はやはりジェリーフィッシュは凍らないですね。第2位、有栖川有栖先生。月光ゲームが好きです。第1位は綾辻ゆきと先生。どうですか、想像できましたね。はい、綾辻ゆきと先生ですね。やっぱり霧越邸殺人事件かな。いやー、我ながらいいラインナップでございます。ただね、さっきもお話しした通り、三田鳥圭先生を買ったのね。ちょっと、今ね、数ページという、数十ページ読んだんだけど、やばい。このラインナップの中に滑り込んでくるかもしれない。そんなに、いや、三田鳥圭先生、そもそも初めてなんですよ。しおり読んだの。だけど、めちゃくちゃ面白い。まだの方は、ぜひ推理大戦おすすめいたします。まだね、しおりも本当に最後まで読んでないけど、面白いよ。あ、ちなみにそうだ、中山七里先生ももちろん考えた。そうそう、今回の中山七里先生の食材のソナタを読んで、いや、度肝抜かれた。素晴らしかったなぁと。本当に中山七里先生がこのランキングに入ってこないのがしおりも不思議でございます。 Kindle Unlimited って皆さんやってらっしゃいますか？なんかね、それでね、あの無料で見れるの。あの月払いで無料で読めるんだけど、その中にあったのでラッキーと思って読んだんですけど、多分また本を買いますね。あ、そうそう、その時にアンリミテッドの、あの、どんなのが今、あの、無料で見れるのかなと思ったら、井上真理先生のその可能性はすでに考えたとか、シュノー先生のハサミ男とかもあったので、めちゃくちゃお得なので、もし再読したいという方にはとてもいいかもしれないね。でね、今気づいたんだけど、もう30分は喋ってるよね。これから、しおりが買った本を紹介したいのに、30分も喋っちゃってるんだよ。驚くべきこと。どうする？まあでも、このまま喋っちゃうね。どれぐらいの時間になるかわからないんだけど、もしお付き合いしてくださるなら、嬉しいです。はい、ではですね、本日買ってきた、今日がね、8月の24日、本日買ってきた本はこの2冊、推理大戦と月の淀むところです。推理大戦は三田鳥圭先生ですね。で、月の淀むところは篠玉樹先生です。篠玉樹先生もね、初めてで、
今日ね推理大戦を買いに行ったら近くにこの月の淀むところを見つけてしまい買いました。はい、計画にございませんでした。じゃあまず推理大戦から見てみましょうか。カバンを全員最強、異能集結、ロンリー万歳、驚愕覚悟、世界最強の名探偵は誰だ、素敵、世界中が欲する生物が日本に、アメリカ、ウクライナ、日本、ブラジル各国の聖なる権威によって種の特殊能力を持つ異能の名探偵たちが神の名のもとに選抜された。無限の情報量、無限の思考時間、超高速の演算能力、 100% 嘘を見抜く、無制限の現場検証能力、完全無欠の情報収集能力、前代未聞、前人未到の推理ゲーム再開開催、最も優れている名探偵は誰だ。もうグダグダに喋ってしまいましたけれども、奇才覚醒最高傑作だって。これね、今しおりさっき数十ページ読んでるだって言ってたけど、今47ページ読んでた。もうね引き込まれる。今ね、アメリカ、ウクライナ、日本、ブラジルっていう風に名探偵が集ってくるんだけど、最初日本の、まあ、名探偵っていうのかな、まだね、頭のいいお兄ちゃんの紹介と、それからアメリカ合衆国の、名探偵これ言っちゃうと、まあ、ネタバレになるので、今はアメリカの名探偵がどれだけ名探偵なのかっていうところを見てるところなんだ。まだ日本には集結してないんだけど、めちゃくちゃ面白い。たくさんの事件を解決していく過程を見てる感じがして面白いよ。結構ね分厚いよ、推理大戦。何センチぐらいあるんだろう、3センチぐらいあるのかな。いや、手に取った時はもう興奮でした。赤くキラキラ光るフォントと、あと周りに 1,2,3,4,5,6,7 7人、あと真ん中にワンちゃんがいる。これから出るんだきっと、ワンちゃん、ドーベルマンかな、楽しみ。シスターもいるし、みんなかっこいいね。で、下のさ、ちょっとバシバナな男性はシャーロック・ホームズっぽいんじゃない。すごーい、ワクワク、いやー楽しみだ。そして月の淀むところ、篠玉木先生、これもうダーンとね、あの本棚にね置いてあったの。消えた死体、怪しいのは住民全員と、あ、消えた死体、謎めく大量の骨壺、わお、注目の奇影による戦慄のホラーミステリー、築40年のマンションパートリア、淀月に引っ越した淀ヶ月に引っ越してきたフリーライターの先、ある日敷地内で行われていた不気味な盆踊りに遭遇する。祭りに乱入した女が連行されるのを目撃した彼女は、隣の部屋に住む雑誌記者のマホコと共に調査を始めるが、住人たちの持つ奇妙な風習、連続して起こる行方不明事件、徐々に明らかになる驚愕の事実とは。やーばい、ホラーミステリーなんだよね。あのね、そうそう、ホラーミステリーって書いてあって、篠玉木さんを調べました。そしたら、ホラー作家さんなんですね。書かれた本のタイトルがすごいよ。闇窓、人食い観音、惑い巫女、氷室の花、月の淀むところだって。
いやー楽しみです。まあ一切ねまだ1ページも読んでないけど楽しみな本でございます。はい、ではね当初の目的通りどうです、30分ちょっとで終われたんじゃないでしょうか。どうなんだろう、皆さんだいたい何分ぐらいがいいのかな、30分は長いのかどうなのか、しおりにぜひ教えてくださいませ。では皆さんへの最後質問をさせていただきますね。次回までに宿題です。ですね、先ほど SFAUFP さんがおっしゃっていました、死ぬまで手元に置いておきたい本は何でしょうか、ぜひ教えてください。あともう一つ質問、これは騙されたっていうどんでん返しの本を教えてください。好きなどんでん返しでいいですよ。ぜひ待っております。いや今回もダラダラとお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。でね、その質問と、あとプラスどのぐらいしおりがおしゃべりしてていいかっていうのを教えてください。ではよろしくお願いします。皆さん本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。では良い夢を見てくださいね。おやすみなさい。